自撮り棒を使って自撮りをしている様子スマートフォンを取り付けた自撮り棒と撮影操作に用いるリモコン。棒状部は伸縮可能。自撮り棒とはカメラやカメラを内蔵したスマートフォンに取り付けて自分撮りを行うための長さ1メートルほどの棒状の器具である。市販品としての自撮り棒は1980年代初頭に日本で開発され世界で発売されたが、 あまり普及せず、1990年代半ばには、日本の鎮発明の一つとして揶揄された。しかしその後、スマートフォン及び動画投稿サイトの普及によって、知られるようになり、2014年のヒット商品の一つとして、タイム氏が紹介するなど、発明から約30年をかけて、世界的に広まった。ミノルタカメラが、世界で初めて1983年に発売した、時の商品名は、 エクステンダーであった。現在は、自撮り棒、自分撮りスティック、自撮り一脚、手持ち一脚のほか、英語で自分、自撮り棒という名称は、関西ローカルの番組でロケ中の千原聖事が、故障したことで広まった。それまで、日本国内では、自撮り棒の名称では流通しておらず、パッケージには、セルフィーと書かれたものしかなかった。 自撮り棒の歴史は少なくとも1925年まで遡ることができる。この年、イギリス中部に住む新婚カップルが自家製の自撮り棒を使って撮影した写真が残されている。この頃のカメラは手持ちの距離では自分自身に焦点が合わず、自撮りするにはレリーズを使うか自撮り棒を使うしかなかったが、普段のカップル写真には偶然にも自撮り棒が、 写り込んでいたためにその証拠写真となった。また、フィクションの世界では1969年制作、1970年公開の、チェコスロバキアの SF コメディ映画、ザブル・セム・アインスタイナ、ポノベイ、の、ワンシーン二次ドリボーと非常によく似た道具が登場する。そこでは、男女二人が並んで立ち、女性が持つ刺し棒状の道具の先端に二人が視線を合わせ、 女性が手元を操作する。すると、棒の先端でフラッシュが光り、即座にプリントされた二人の写真が持ち手の部分から繰り出される。棒の先端自体にカメラ機能があることや、因果紙が内蔵されていること以外は、今日の自撮りシーンと全く同じである。1977年11月30日に、小西録写真工業が、世界初のオートフォーカスカメラコニカ C35、 AAF を発売すると1980年代には全自動撮影可能で重量 300g 程度のコンパクトカメラが先進国で普及した。また1982年にコダックが発表したディスク状のフィルムを用いたディスクカメラは軽量化の一つの方法として数社で取り入れられた。1980年代になるとカメラの軽量化や 全自動撮影の技術革新が進み、1983年7月に市販の製品としては、世界初となる自撮り棒が、ミノルタカメラから、エクステンダーの名で発売された。これは、ディスクカメラ、ミノルタディスク7のキットとして出されたもので、リモートレリーズ付きの自撮り棒で、カメラ本体中央には自撮りする撮影者を映すための、小型の突面鏡が備えられており、オプションのリモコンによる、 遠隔撮影も可能な商品であった。同機種の販売台数は少なくなかったとも言われるが、ディスクカメラという分野は販売不振に陥り、また当時のコンパクトカメラに次ドリボーを取り付けると重心がカメラ側に寄りすぎて不安定になったり、自分を映す反射鏡がない機種に取り付けた場合には単なる一脚にしかならなかったりなどの問題もあり、広く大衆に普及するには至らなかった。 この時の自撮り棒は1993年にはアメリカ合衆国での特許も執行し1995年には役立たずでもない日本の陳発明の一つとして同国で紹介された。日本では1990年代に高校生を中心に自分取りが広まった。この時期超広角レンズと反射鏡を持つレンズ付きフィルムも発売されたが、 1995年7月にはプリントクラブが、1999年9月には世界初のカメラ付き携帯電話 VP-210 が発売され、2000年代はプリクラと携帯電話が自分取りの中心となった。一方で、当時の携帯電話のカメラの画質は低く設定されており、被写体を遠ざけて撮影すると不鮮明となった。 そのため自撮り棒を使った撮影は普及しなかった。それでも専用機であるデジタルカメラにおいて画質向上、自動撮影技術の向上、軽量化、低廉化が進んだため2004年から2013年まで自撮り棒に関する特許室、スマートフォン OS 別販売台数推移2010年代に入って高画質、高機能、 軽量のカメラ付きスマートフォンが普及し始めると、同分野のグローバル市場で大きなシェアを取ったサムスン電子が本社を置く大韓民国においても2011年より自撮り棒の関連特許の出願が始まった。2012年、自分取りにあたる日本語のインターネット検索数はアメリカ合衆国の50倍にも上った。台湾語、中国語、 韓国語における自分取りにあたる用語も同様に高まりを見せた。2013年11月18日、オックスフォード辞典がワードオブザイヤーとしてセルフィーを選んだ。2013年末、インドネシアのジャカルタで近年の自撮り棒の流行が始まった。このブームはマレーシア、フィリピン、日本、韓国などのアジア各国や欧米にまで広がっていった。 2014年11月、タイム誌が、ザ25ベストインベンションズオブ2014の、一つ二次ドリボーを選定した。使用法としては自分取り以外にも、人混みの中で他者の頭越しに周囲を撮影を、するなどの使用法が発売当初から提案されてきた。しかし周囲への危険性や、狂気への転用可能との考えから、一部の施設や、コンサート会場などでの使用、 持ち込みが禁止される場合もある。日本国内のイベントなどでは、ロックインジャパンフェスティバルや、サマーソニックなどの音楽祭での持参禁止が挙げられる。海外では、アメリカのニューヨーク近代美術館やメトロポリタン美術館、フランスはベルサイユ宮殿、イギリスのナショナルギャラリーなどで使用を禁止している。東京ディズニーリゾートのように撮影補助機材そのものの持ち込みを禁止している。 テーマパークもある。また歩き、スマホと同様に、自分取りに夢中になって周囲への注意がおろそかになることでの危険性もある。そのため使用には注意が必要である。放電ホームでの自撮り棒使用禁止のサイン自撮り棒と、裸層電線や高圧電線が接触したり、また直接触れなくてもアーク放電により短絡し、感電して死傷する事故が起きている。特に電車や新幹線。 高速鉄道などの交流河川は日本国内で2万ボルト2万5000ボルトの特別高圧でありアーク放電による短絡が発生しやすい。参考までに労働安全衛生規則上の最小離学距離は2.0メートル。電力会社による作業中の離学距離の管理目標は3.0から4.0メートルである。なおじドリボーではなくアルミ製の放棄で、 新幹線ホームの屋根ひさし端部にある蛍光灯を掃除しようとして高く上げた駅員が感電し重傷を負った事故が2007年に起きている。特別高圧交流河川に近接しやすいプラットホーム上はもちろんのこと踏切付近や線路内に入る作業員についても注意を要する。なお、直流河川は1500ボルトの高圧であるが間別を間違えると死傷事故につながる。 日本国内の鉄道事業者では JR 西日本が北陸新幹線ホームでの自撮り棒の使用を禁止していたが2015年9月19日以降は在来線、新幹線問わずホームでの自撮り棒の使用を全面禁止とした JR 東日本ではホームだけでなく車内でも自撮り棒使用禁止となっている JR 北海道では電化区間におけるホーム上での使用を禁止している JR 四国でもホームで自撮り棒を使用しないように呼びかけている。なお、本来は自分取り用の機材であるが、手が届かない位置までカメラを伸ばす機材としての使用法もあり、東海旅客鉄道では、鉄道事故発生時に現場で車両の床下を撮影し、指令室へ映像を伝送することで故障箇所を判別することを想定している。技的マークの表示例現在流通している字。 ドリボーはセルフタイマーを用いることを前提としたものと、クリップ内蔵、または本体とは別にあるリモコンで撮影操作を行うものに対別でき、後者では有線接続、または Bluetooth での無線接続を使用する。日本では技的マークが付いていない Bluetooth 搭載機器の輸入、売買、所持に対する罰則はない。しかし、技的マークが付いていない、または もともとついていた同シールが剥がれてしまった、Bluetooth 搭載機器を使用すると罰せられる可能性がある。さらに、技的マークがついていても、日本国外での使用の際には罰せられる可能性がある。自撮り棒も Bluetooth 搭載タイプであれば、同様の扱いを受けるため注意が必要である。韓国では、Bluetooth 搭載タイプの自撮り棒は、電磁波適合認証を受ける必要がある。 しかし認証を受けずに販売している商品が見られるため取り締まることを明らかにした。対象は製造、販売業者で最高で3年以下の懲役または3000万本以下の罰金に処される。ありがとうございます。